取らせやがって。知らねえ番号だな。一体誰からだ。もしもし。あ、もしもし、俺だけど。ん？俺？そう、俺だってば。お前は太一か。うん、そう、太一。なんだ太一か。お前風邪でも引いてるのか。声が変だぞ。うん、ちょっと風邪で喉の調子が悪くて。そうなのか。体には気をつけろよ。うん、それでさ、今電話大丈夫？どこにいるの？ん？ああ、今はカムロ町だ。そっか、カムロ町にいるんだ。あの、急なんだけど、ちょっと頼みたいことがあって。ん？なんだ？実は今日、友人に大怪我を負わせちゃったんだ。何？それで、その慰謝料や治療費を払わなくちゃいけないんだけど、俺、そんなお金持ってなくて。だからその、お金を貸してくれないかな。貸してもらえないと、サラ金とかで借金をしてでも払わないといけないんだ。太一、お前どこから電話してるんだ。俺の知らない番号だぞ。あ、携帯変えてさ、その時番号も変わっちゃって。お前そもそも携帯なんて持ってたのか。そんな話聞いてねえぞ。え、あ、ごめん、そういえば話してなかったね。実は結構前に買ってたんだよ。それで俺はどうすればいい？あ、実は今怪我をさせちゃった子の父親が仕事でカムロ町に行ってるんだ。だからその人にお金を渡してくれないかな。ほう、なかなかの偶然もあるもんだな。そうなんだ。その人は石垣さんって言うんだけど、ミレニアムタワー前で待ってるように連絡しておくから、そこにお金を持って行ってもらえるかな。ああ、わかった。本当、ありがとう。それじゃあ、よろしくね。よし、ミレニアムタワーへ向かうか。待ってろよ、詐欺野
文句あるのか。取らせやがって。キリュウの兄貴、こっちです。さすが兄貴ですの。カムロ町に入ったその日にタツカのヤサ掴むっちゅんはやっぱりカムロ町に詳しい兄貴ならではじゃ。わしらだけじゃこうはいかんかったですわ。お前もよく無事だったな、ナグモ。人言派の連中相手に大したもんだ。あの頭、さっき俺と会うまでずっと韓国人とやり合ってたとか言ってましたよね。あ？でもなんか頭の体から石鹸みてえないい匂いがプンプンするんですけど。お、おう、まあ実を言うと、ユータを先行かせた後すぐにジンゴンファの連中もおらんようになってな。でわしもスターダストに行こうと思ったんじゃけど、店の場所がわからんようになってしもて。それで？それでまあカムロ町の夜の街を歩き回っとったらの。まさかとは思ってましたけど、頭行ってきたんすね、カムロ町の風俗。おお、結果から言うとそうじゃ。マジかよ。わしはのカムロ町の空気っちゅうもんを肌身で感じときたかったんじゃけど、兄貴やっぱ東京の女子は下品なまでにええですの。いやーけしからん。後でわしの行った店紹介しますけ、そがに怖い顔せんでくださいよ。なるほど、半純義の風俗が儲かるわけですね、桐生の兄貴。だな。あ？何言うとるんじゃ。それより達川だ、大花ビルってのはあれらしい。タツカーのやつ、ヤサにいればいいんすけど。ビルの2階って話だったな。行きましょう、兄貴。わしらのハルカさんに手出したバカだれじゃ。とりあえず痛い目見せとかんと。話はそれからじゃ。どの部屋っすかね。全然人のいる気配がないけど。おうよ、表札でも出とるんかの。そこの部屋はどうだ。おう、ユータ、そこ、こっそり開けてみ。
が開いてる。ええから早よ入れ。なんじゃ。これは川だ。なんじゃぞ。マジかよ。なんでこんな。会社は男も女もお前と面識がなかったってことだったな、桐生。ああ、タツカは写真で見たことがあるだけだ。女の方は顔も名前も知らない。そうか、まあそうだろうな。しかし仏になってたタツカは例の赤ん坊の父親って話だってな。するとタツカはお前が親代わりになって育てた娘に子供をはらませた元ホストだ。お前がその辰川をぶち殺したっていうストーリーも十分考えられる。よせよ本庄、くだらねえ難癖つけんな。完全にしろって証拠が出ない限り事件の関係者は全員グレーでしょう。辰川はホストを辞めた後アジア街に出入りしてた。中国マフィアの情報屋だったらしい。そのことを警察は知っていたのか。いや、全くマークできてなかった。だが辰川をやったのはおそらくその中国マフィア最妖怪の連中だ。これまで奴らが関わってきた殺しと凶器や手口が似ている。ちなみに言うと辰川と一緒に死んでた女はカムロ町のホステスだった。辰川と付き合ってたらしいが、かわいそうに巻き添えになっちまったんだろう。伊達さん、あまり事件の情報をこんな奴に話しちゃまずいでしょ。桐生は広島まで行って赤ん坊の父親を探し出したんだ。そいつが死体で見つかったとなりゃうちにも役に立つ情報を持っている。タスカーの身元がすぐに分かったのも桐生のおかげだろう。ならこっちからもある程度の情報は出してやらねえとな。お二人のやっていることは馴れ合いにしか見えないんですよ、俺にはね。こいつがヤクザだったのはもう昔のことだ。いいんだ伊達さん。それよりこの後またセレナで会えねえか。他にもいろいろ聞きたいことがあるんだ。分かった、俺一人で行く。桐生、お前は先にセレナ行って待っててくれ。ああ、頼む。